うちくるをご覧の皆様、おはようございます。ゆかまいです。本日もですね、こちら、埼玉県所沢市にあります、ニューグランド新所沢店さんにやってまいりました。はい、いつもですね、昼過ぎぐらいから実践してるんですけど、今回はなんと、ただいまの時間11時でございます。今日はね、ちょっと早めにの実践になります。昨日の夜ですね、ちょっと旧友と15年来の友達と会っていて、話が盛り上がってしまい、帰ってくるのが遅くてですね、結局、あんま寝ないで来ちゃいました。まあ、今日もマイペースに、実践していきたいと思います。って言ってもやっぱり勝てる立ち回りをしたいと思いますので、それでは実践行ってきます。それでは早速、台選び行きたいと思います。冬ソナーにしようかな。今日はこの台が一番見た目的には良さそうかな。ちょっと試しに打ってみますか。さあ、まずは、冬のソナタ、リメンバーですね。315/1のミドルスペック打っていきたいと思います。で、いつも朝一からいい台をつかめるときと、結構試し打ちしてやっといい台をつかめるときっていうのがあって、まだ私のこのレベルだといい台をつかむまでちょっと何台も移動しちゃったりとかあるので、試し打ちをしてどれだけ回るかっていうのをまず見てみたいと思います。まあ、最近結構そのツイッターとかで強楽の台打つこと多いんですけど、やっぱりもう何よりももうエアバイブと P フラッシュ、そのキュインキュインっていうのと、もうエアバイブが吹いた瞬間、もう何とも言えない幸福感にいつも、苛まれます。ちょっと言葉が、まあ、とにかくもう強楽の台を打ってたら、とにかく期待するのはもうエアバイブと P フラッシュ。私の中ではそんな感じになってます。本当は、まあ最近出た AKB48 の 1,2,3 フェスティバル、あれ打ちたかったんですけど、1台しか置いてなくてね、もう埋まっちゃってたんで、まあ、正直冬ソナの方がパチンコを勝つって考えた上では最適っていうか、まあ、正直そのボーダーも甘いですし、そうですねって感じかな。まあ、ただその冬ソナって結構、まあもちろん一撃性なくはないんですけど、どちらかというとちょっと安定タイプっていうか、まあその初回16ラウンドなんで1300発ぐらいかな取れるんですけど、本当海みたいな感じで安定して、その1回当たれば増えるけど継続率はそんな高くないんで、一撃性っていうよりももう本当安定で打つ台。まあ、そうスペック的には本当に海シリーズに似てるんじゃないかな。海のなんだろうな、大海物語とか骨格も含め、あと出玉の感じとかも似てると思います。ただこの冬ソナの場合は全部16ラウンドなんで、本当にまあ継続率は低いけど 65% か、連チャンした時はすごいやっぱり1万発とか全然いきますよね。2019年の収支が、今12月中旬でパチンコマイナス30万、スロットマイナス20万だったんですよ。それは明らかにちょっと
ついてないと思ってるんで、ちょっとどうしてもこの12月中に取り返したいっていう気持ちがあって、だから最近よくパチンコを打っているんです。パチンコを取り返すっていうのが今のね、今月の目標でもあります。まあ、11月12月に休みの日に頑張ってその稼げるように、まあ勝てるようなパチンコをやってたんですけど、それでもなかなか減らなくって、そう、まあ大勝ちをしてないですよね。でも1回でも例えば3万発とか出ちゃったら、全然またね、負け額がマイナス20万10万とか変わるんで、思ったら、お、タイマーつきましたね。27秒、緑か、お、バスは赤くてマフラーは白か、ちょっと弱いですけどね。まあ、疑似3までしましたね。マフラーも赤、お、赤になった。これがメガポラリスじゃなくて、これ圧かな、圧な気がする。軍が来てくれたら、来ないか、ちょっとこれだけで弱いな。まあとにかくメガポラリス、あ、発動してほしいけど、この、まあ、アルバムも青ですね、うん、メガポラリス来ない、弱いな。まあ、大抵当たる時の何割ぐらい、7割8割はメガポラリスが発動するイメージなんで、しない時点でまあ厳しいというのと、まあ、緑カットインだとダメですよね。とここで保留が変わって赤とかになったら結構当たったりもするんですけど、ちょっと回していっちゃいます。やっぱいい台は回してなんぼなんで、とにかく当たりそうになかったらもう回しちゃう。お前大丈夫か？まあこれ5000円で、98回、 19.6、 いいですね。どっちがいいんだろうな。なんか北斗無双も多分刑事漆黒も状況良さそうだったんで、これよりも多分北斗無双とか、まあ、もしかしたら刑事の方がいいかもしれなくて、そこをどうするかすごい悩んでます。やっぱり北斗無双行きますか。はい、やっぱりまあ、一番この多分今あるパチンコの中で甘いと言われている、北斗無双を打つことにしました。まあ、まだ1年ちょいぐらい、あ、1年弱か、なくなるまでは期間があるので、まあ、それまでにたくさん打ってればいいなと思っています。その、まあ、パチンコ人生ですね、AKB からスタートしまして、初代の AKB ですね、そこが私の原点であり、第2の原点であるのがこの北斗無双なんですよ。それは何でかっていうと、パチンコライターになったのが3年前ですね。で、まあ、勝ち方も何も知らずに、ただパチンコが好きっていう気持ちだけで入った時に、その、まあ、師匠であるバイク修二郎さんって、ね、プロ、ガチプロの方がいるんです。その人からもう北斗無双を教わって、でもう本当にそうですね、まあ AKB、 初代 AKB の次に思い入れがありますよね。もうずっと打ってきたんで、多分おばあちゃんになっても北斗無双のことは忘れないです。初代 AKB 北斗無双は絶対に忘れない2台ですね。正直今やっぱりその休みの日も北斗無双を打つことが多いので、北斗無双がなくなった後の本当のメイン機種って何になるのかなっていう、
やっぱどこも結構台数が多いから、撤去するときに何の台を入れるんだろうとか考えますよね。海をそのメインにして押していくのか、もしくは北斗無双の分漆黒にするのか、もしくは仕置き人とか今でもまだ人気だね、そのとかにするのか、どうなんですかね。ここは突破したいところ。あ、一撃だから大丈夫だ。最後ね、最後が50とか10だったら一番いいんですよ。あと一撃だったらもちろんいいんですけど、100だとちょっとやだな。まあそうだよね。で連打だとちょっと厳しいんじゃないかな。ここ突破しよう。お、突破した。よーし。もしかしたら、まあ保留はね、これから、まあ、変わってくれるかどうかっていうのと、あとはリーチですね。グンコイ、グンコイ来ない。ご覧か、弱いな。あ、タイトル赤にならないときついかな。余計なことするんじゃねえ。あ、でも真剣の煽りが来るだけで違う。まあ本当は真剣に入ってくれたらなおいいんですけど、入れ、真剣に入れ。あ、あと奥義が出るかどうか。奥義は出ず。あと七星の色、赤、赤がいい。なしか。まあまあまあ、ここは赤いですけどね。えい、お、一応キリン。どうなの。ここで姿勢が、まあ、出てきてくれたら緑までは行くんじゃないかな。行かないか、微妙。お願いお願い、ワンちゃん。あ、そうだよな。ちょっとね、本当最後のキリンカットインだけが気になってはいたけど、まあ、全体的にそんなに強くはなかったかなっていう、まあ、強くはなかった、ちょっと微妙なとこでしたね。あれ、いきなり66秒、しかもタイマーがね赤いんで、あ、これはあれですね、覚醒まではしてくれますね。ただなんか今日のこのなんだろう、エースは保留が変わってとかじゃなくて、いきなり来ますね。次こそね当てたいですね。まだね92回転なんですけど、ちょっと早めにね、初当たり欲しいですよね。あ、ここで緑に変わったってことは、まあ、次覚醒した頃には赤に変わって、あとはタイトルの色が赤いかどうか結構大事かな。あと、まあロゴが落下するかもね。まあ多分落下しない時も意外とあるので、頑張れ。まあ本当は赤だったらねなおいいんですけど。なんだ、あ、いいじゃんいいじゃん。これは自然とタイトルもこの北斗龍拳の場合は必ず赤くになります。一番一応運命の人の次に熱いリーチなんで。しかもテロップも赤いですね。もしかしたらあるかもしれない。お願いします。奥義が、あ、奥義も発動していいですね。で、色が緑、最後赤になってくれたらなおいいかな。あと、まあ、やっぱりキリンカットインね。
お願いします。ここはキリン。嘘、微妙。ちょっと待って、ワンちゃん。でも最後の姿勢が赤くなればある。緑だときついかも。ちょっとお願い、赤。緑か。ちょっとお願い、なんとかなんとか。ねえ、もうさあ、まあそうだな、もうちょっとなんだろう、当たるときってなんか先読みみたいのがあるんですよね、多分ね。馬車は一人、多分あるんですよね、きっと。一応覚醒しますね。ブランカ、お、いいよいいよ、あるかもしれない。あ、多分大丈夫。